痰の吸引や人工呼吸器など医療的なケアが必要な医療的ケア児の支援について話し合う県の協議会が開かれました。去年開設した医療的ケア児等支援センターには半年間でおよそ300件の相談が寄せられたということです。協議会では去年9月に開設された医療的ケア児等支援センターにおよそ300件の相談があったことが報告されました。入園や入学についての相談が最も多く、これまでに35人の調整が進んだということです。県は保育園や学校に看護師を配置する事業を昨年度から始めていて、来年度は保護者が付き添わず福祉タクシーを活用し通学するモデル事業も始めることにしています。看護師さんは園に1人しかいないのが現実です。とても孤独ですし、看護師さん方をやはりサポートする体制っていうのをやっぱり早急に支援していく必要があるなっていうのを感じております。18歳特別支援学校なんかを卒業した後の支援っていうのはなかなかないんですよね。18歳から以降の方が長いですし、お母さんたちは年を取っていきます。で、疲弊していってもう本当に孤立していってしまってて、また委員からは災害時の対策や家族の休息のための訪問看護や短期入所の充実が必要という声が上がりました。